巨大な戦力を有していてもプロ野球の頂点に立つのは簡単なことではない。今季のソフトバンクもサクオフに超大型補強を敢行したにもかかわらずリーグ制覇を逃した。写真、想像を絶するとコーチも国標プロ野球史に残るザル守備を見せた選手がこちら。そんな中、戦力が充実していたとはいえ、ソフトバンクを上昇チーム、 に作り上げた工藤公康氏の手腕が再評価されている。工藤氏はソフトバンクを指揮した7年間で5度の日本一、3度のリーグ制覇、A クラス入り6度の結果を残した。監督通算558勝、ヌブ歴代28位を挙げ、勝率596は難解、現ソフトバンクのレジェンド、鶴岡和俊の609に次ぐ n PB 歴代2位。 巨人イク時代の指揮官、川上哲治氏の勝率、591をも上回っている、勝率は通算500勝以上の監督。とてつもなく素晴らしい実績、在任期間が7年間と短かったこともあり印象は少し薄い感じもあるが、球死に残るな監督。現役時代のやんちゃで少し騒がしいイメージとは異なり、 どっしりと腰を落ち着けた勝つための采配を振るっていた球団 OB。現役時代は西武、大英、巨人、横浜で活躍。球界屈指の左腕として通算224勝を挙げた実績はもちろん、14度のリーグ優勝と11度の日本一を経験するなど、優勝請け負い人として誰よりも勝利を経験した選手だった。プロ入り直後は多少 自分の結果のために投げているところも感じた。しかし上昇、西武の一員として多くの修羅場をくぐり、チームの勝利を何よりも優先するようになった。ベテランになってからは若手選手を育てるために自ら泥をかぶるようなこともあった。プロ野球選手の鏡のような男、元西武担当記者。大英時代にはバッテリーを組んだ木島健司のサイン通りに、あえて、 投げ続け配球を考えさせるなど、試合中に若手を教育する場面もあった。また、体の正しい使い方、練習の大事さを口を酸っぱくなるほど解き続け、他の選手たちの成長を促した。西武3年目の米国留学でマイナー選手たちの過酷な生存競争を見た。練習にによって徹底的に技術を磨き 体を作ることで一流のプロ野球選手になれることを悟ったようです。監督になってからも選手たちからうるさいと思われても厳しい練習をさせていた、ソフトバンク担当記者、NPB での実績に加えて、現役引退後には筑波大学大学院でスポーツ生理学を学んだ。今でも最先端の情報を勉強し続けており、説得力がある。 氏自身が現役時代に感じた指導方法への違和感不満をなくすために行っていることだとも言う選手からしても信じてついていけばなんとかなると思える人物元西部担当記者監督就任1年目の秋季キャンプでは当時若手だった千賀滉大メッツや東浜直などを徹底的に鍛え上げた また野手の中心として期待した柳田悠岐に対して厳しい声をかけるのも日常だった。選手が育ち始めた頃からはしっかりコミュニケーションを取る姿を見かけるようになった。だから非常とも思える采配をしてもチーム内に不協和音は出なかった。選手自身も工藤監督の下で成長できている手応えがあったのだろう、ソフトバンク関係者。 2020年の日本シリーズ第3戦 VS 巨人では7回までノーヒッター継続中だった先発のムーアを交代させたこともあっただがこの時もベンチ内で駆藤氏自ら歩み寄り事情を説明しムーアも納得したような姿を見せていたこれも普段から選手との関係性の積み重ねがあったからこそだろう 選手交代のタイミングも絶妙で大事な試合になるほどハマった。選手のコンディションや調子をしっかりと把握できているからだろう。プロ野球の世界で勝つことを知り尽くした百戦錬磨の凄みを感じたソフトバンク関係者。ソフトバンクでは日替わりオーダーが1000倍特許だった。選手が固定できない弱小ですから、 と当時の工藤氏は笑っていたが、試合当日の状況を把握できているから可能となる。選手の観察はもちろん各コーチの意見にもしっかり耳を傾けオーダーを決めていたという。チームが勝つため、選手が上達するために全てを注ぎ込む情熱がある。日本シリーズでも朝一で球場へ来て、コーチやスタッフとミーティングを行っていた。工藤氏の本気。 覚悟がチーム全体に伝染していったのではないか、ソフトバンク担当記者、年間を通してオフはなく動画を駆使して選手一人一人を確認する。技術、フィジカルに関して最新の情報があれば即座に勉強する。野球から離れる方が嫌だしストレスを感じると本人も語るほどの野球小僧である。指揮官がぶれないビジョンを持って真剣に取り組めば選手にも伝わる。 時代は変わっているが、グラウンド上で野球をやることには変わらない。ソフトバンクの戦力はトップクラスなわけだから、監督の責任を問われても仕方ない。やはり工藤はすごかったということ、球団 OB。工藤監督退任後は藤本宏監督のもとで2年連続リーグ優勝を逃し、小久保宏樹新監督が誕生した。 九州移転後の球団レジェンドの監督就任にファンや関係者の期待は大きい。B 意識が欠けている、いかに美しくあるか、と語った小久保新監督はどのような野球を見せてくれるのか。やはり工藤氏はすごかった、とならないためにも結果を出すことを求められる。